ちゃ。こんにちは。はい。はい、ゆたかさん。はい。今回もやってまいりました。3連戦を振り返る豊かの視点の時間ですが。はい、そうだね。まあ、両リーグとも、本当に混戦模様になってきたかなというね。はい。まあ、そんな感じがする3連戦だったし、うん、まあ、WBC 組、最後の。はい。これはまあ、誰だかわかるとは思うんだけども。はい。まあ、ね、やっと。待ってましたってファンの方は思ってますよね。いや、そりゃそうだよね、うん。どんなピッチングをしたかね。うん、まあ、楽しみだけど。はい、看板やちいちゃんということで、はい、ね、よろしくお願いします。はい、はいはい、それでは早速結果の方から見ていきましょう。はい、まずこうなってます。はい、セリーグです。はい、はい、こちらは今回はジャイアンツ、ベイスターズ、はい、中日ドラゴンズ、はい、こちらが2勝1敗ということで勝ち越し、はい、全部ね2勝1敗だったんですね。まあ、そうだね。はい、はい、ということで、うん、まあ、ヤクルトとジャイアンツちょっと振り返ってみたいと思うけども、はい、高橋奎二ね、はい、1戦目はビーディーとの投げ合い、うん、でもね、ビーディーもね、いいピッチングしてるんだよね、うん、でやっぱりちょっと打ってくれないと ね、まあ、困るということと、うん、まあ、ヤクルトは6度目の完封勝利、まあ、ピッチャーがやっぱり充実してるというかね、はい、まあ、そんな感じがしたけども、うん、まあ、オスナ・サンタナというところも非常に打ってるし、はい、ただこの試合で5併殺、うん、ジャイアンツはね、チャンスを生かせずと。いや、多かったですよね。まあ、バントの失敗もあったりとかもしたんだけども、うんうん、やっぱこうランナーを置いてどういうバッティングをするかね、うん、まあ、課題が大きいなっていうような感じがしたね、うん、はい、はい、で2戦目は小川とグリフィン、はい、ね、グリフィンが勝った、うん、4対2でこの試合で秋広がスタメン出場するんだよ。はい、初めてですよね。そうそう、うん、でタイムリー打って、はい、初安打初打点、うん、上げたというね、キャンプでね、豊さんインスタで写真撮ったけど ね、ちょっとあまりの足の長さの違いとね、どうでした、話してみて。いや、話してみてすごくいい子でね、うん、本当に着実に成長してるかなというね、まあ、そんな感じがしたし、はい、で大城が2点タイムリーということで、はい、うん、まあ、勝利に貢献をしたと。で3戦目が吉村と横川、ね、3対7でジャイアンツの勝ち、横川プロ入り初勝利、はい、まあ、その試合で岡本がホームラン、先制の口火を切って、うん、ブリンソン大城がツーランホームランを打つという、はい、で秋広が8番に入ってやっぱスタートしたんだけど、うん、はい、まあ、2打点を挙げる活躍ということで、うん、やっとね、ジャイアンツはジャイアンツらしい勝ち方ができたかなっていうね、うん、やっぱホームランのチームだけに、はい、ホームランがいかに効果的に出るかっていうね、うん、まあ、そういうところがあったんだけども、はい、まあ、大城が打ったりブリンソンが打ってくれたりだとかさ、うん、そうやって横川の初勝利をアシストしたという、はい、まあ、そういう試合だったよね。吉村投手はちょっと、あ、吉村ね、ルーキーで打たれちゃいましたかね。まあ、そうだね、やっぱコントロールが今日はあんまり良くなかったね。で甘め甘めに入ってくるしさ、それをやっぱ逃さなかった巨人打線っていうのも、はい、やっぱ素晴らしかったんだけども、はい、まあ、ちょっと今日のピッチングはクオリティが低かったな。だからもうちょっとコーナーにコントロールよく投げれるピッチャーなんだけどもさ、はい、まあ、ちょっと残念だったね。うん、で徐々にヤクルトの失点が増えてきたから、はい、うん、これからやっぱ、まあ、初戦は6度目の完封勝利っていうことなんだけど、うん、これから少しやっぱバッティングでサポートしてあげないとちょっと苦しいかなっていうようなね、そんな感じがしてきた。なるほど。でサンタナ・オスナっていうところは非常に当たってきてんだよね、うん、はい、まあ、オスナはすごく開幕から良くて、はい、まあ、サンタナも上がってきたから、うん、やっぱ村上町だね。なるほど。まあ、1本今日ヒット打ってるんだけども、はい、なんかまあ三振も目立つし、うん、だからここら辺がこうなんていうの、村上が調子を上げないと打線がつながってこないかなっていうようなね、うんうんうん、まあ、そんな感じがする。あとはあれですかね、ま、2軍で塩見選手が、ね、うん、試合に出たっていう、まあ、そうだ ね、やっぱね、実戦復帰ということでしたけど、そうだね、それも待たれますか。山田も1軍の練習に参加したんだよ。そうですよね。だからこ塩見とか山田が戻ってこれると、うん、まあ少し打線も落ち着くかなって、うんうんうん、やっぱね 1,2 番がね、うん、ちょっとまだ日替わりだとか落ち着かないんだよね、うんうん、ここに塩見が1番にいるだけで全然変わってくると思うし、うん、で3番に山田が座ることによってまあ落ち着きが出てくるかなっていうような ね、まあ、そんな感じがするよね。だからまあそこら辺の少し待ちかなっていう、そうですよね、
そしたらもう一回上がっていくかなっていうね。そこまでちょっと耐え時だ感じでしょうかね。だからそこまでピッチャーが頑張ってくれればさ、うん、いいんだけど、ちょっと失点がねちょっと目立つようになってきてるから、うん、まあちょっと要注意かな、ね、ヤクルトがね、はい、まあ、ジャイアンツはジャイアンツらしいホームランで勝てたという試合を次へつなげてほしいし、うん、まあ、その試合で坂本もね、うん、スタートして2安打打ってるしね、うん、だから徐々に状態的には上がってきてるね、全体的な、はい、次広島対ベイスターズ、はい、初戦今永出ました、復帰しました、はい、お待たせしました、ね、待ってましたね、本当に1対0、はい、ね、まあ、調整がうまくいってんだろうね、うん、であれだけの期間やっぱり調整をさせるだけの少しチームに余裕があったから、そうですね、まあ、よかった、みんなに感謝だよね、うん、だけどその感謝に応えるだけの1対0すごい試合ですね、本当に、うん、ね、うん、でまあ勝ち切ったというね、はい、それでこの試合の投げたピッチャーがコロニエル、うん、まあ、昨年まで中継ぎで投げてたんだけど、うん、このピッチャーも先発に回ると気持ちに余裕があるのかどうか知らないけどすごいピッチングしたね、やっぱりこう合ってるというか、合ってるんじゃないかな、先発の方が向いているというかいう感じなんですかね、うん、まあ、可能性あるね、うん、というのはやっぱ中継ぎだとまっすぐとフォークぐらいしか投げなかったんだよね、うん、力でいくというかさ、うんうん、でやっぱり行ってもやれないところで登板してただけに、はい、ちょっと気持ちに余裕がなかったんだけども、うん、今永との投げた試合でね、うん、まあ、カーブも投げるしスライダーも投げるし、まあ、落ちるボールも当然投げるんだけども、はい、非常に先発に合ってきてるよね、うん、だからこの先あのコロニエルが、まあ、今永と投げ合ったっていうのがね、ちょっと不運なところで、うん、他のピッチャーだと勝ってんじゃないかなっていうような気がするよ、なるほど、うん、ねえ、うん、もう今永投手は完璧に近いというか、まあそうだ ね, ね、ほぼ完璧に近かったね、そうですよね、四死球もなかったし、うん、そうそうそう、で三振は6、被安打は5、そう、はい、8回ね、101球、うん、8回まで投げてくれたからね、すごいですね、うん、だからまあ完全に、まあ、疲れも取れてっていうようなね、うん、まあそういうピッチングを見せてくれた、はい、で2戦目、うん、で床田と大貫、はい、で DeNA の方は、うん、大貫も復帰登板だったんだよね、うん、まあそこそこ投げれたよね、はい、うん、だけど打線が援護できなかった、床田にやられたという、うんうん、でチャンスで宮崎佐野が、まあ、打てなくて4併殺だったんだよね、うん、でやっぱ宮崎もずっと開幕から調子が良かっただけにもうここに来てやっぱちょっと疲れが出てきてるよね、うん、やっぱ打つってそれだけ塁に出るっていうことだからやっぱ疲れるんだよね、うん、だからここまで引っ張ってくれたからそれは責められないしね、うん、だからここまでよくやってきたからさ、よかったよね。でマックグルーブ、うん、西川がホームランとかね、うん、まあ床田を援護したという、うん、そういう試合だったよね。ね、はい、でこの試合心配だったが、うん、栗林がセーブを挙げたというね、うん、まあ、そういう試合でもあったという、はい、はい、で3戦目玉村と東、4対3で DeNA が勝つ、うん、で京田、ね、2点タイムリー、先制タイムリー、はい、打ったり、佐野が同点ホームラン打ったり、うん、楠本が勝ち越しのねタイムリーかを打ったりだとかして、はい、まあ広島を突き放したんだけども、うん、負け投手になったのは栗林なんだよ、またうんちょっと失敗というかさ、まあ、同点で出てきて勝ち越されたんだけどもさ、うんうん、その8回裏広島に絶好のチャンスがあったんだよね、はい、でそこでさやっぱり1点勝ち越すと思って栗林が準備してたんだと思うんだよ、はい、でも点が取れず栗林がマウンドに上がったのね、うん、やっぱ抑えピッチャーってさ同点で上がるのかやっぱセーブシチュエーションで上がるのかでは全然違うと思うんだよ、いやそうですよね、だからそういう面では栗林は気の毒だったよね、そこはやっぱりフラットにっていう風な考え方は難しいですね、いや難しいよ、もうタイミングというかそうそうもうこの回の終わりというか試合の終わりで出てくるとなるとね、うん、ただね状態も悪いし、うん、はい、ちょっと栗林の流れが悪いかなっていうね、うん、そういうことを考えると、うん、だからまあこの試合では DeNA、まあ、今永が復帰した、はい、大貫が復帰した、はい、だから非常に収穫のある3連戦であったかなというね、 DeNA にとっては DeNA にとっては、はい、ただね広島も、うん、コロニエルこれが全然も先発で使えるっていうのが分かったから、はい、これからもっと力になるよ広島の、はい、うん、それと西川とか、うん、そういう
バッターたちが当たってきてるしね、うん、だから非常にあの打線のつながりとか、うん、あのそういうものも感じられるし、はい、だから非常にあの、まあ、どっちに転んでもおかしくないような2勝1敗だったんだよね、うん、1勝2敗とか、はい、うん、だから広島もあの全然調子状態っていうのはいい時の状態を保ってるかなっていうような感じがしました。はい、はい、ね、この広島 DeNA は2試合が1点差ですもんね。そう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 、うん、まあこれは本当にねどっちに転んでたかわからないような試合ばっかりだったから、うんうんうん、カープも非常にいい状態ではあるよね、うん、はい、はい、で中日対阪神、うん、1戦目小笠原と青柳、はい、で小笠原ナックルカーブチェンジアップ緩急自在、うん、まあ、素晴らしいね。で石川のタイムリーとか、うん、水脇の逆転タイムリーとかね、非常に打線も結構チャンスを作れるようになってきてるんだよね。で初スタメンの水脇とかが、はい、まあ、活躍するというね、うんうん、で阪神にとってはやっぱ青柳がちょっと心配だよね。ちょっとね、うん、あのね途中に2回3回途中ですかね。そうそうそう、それでね、うん、やっぱね今年目立つのはフォアボールがちょっと目立つんだよね。うん、うん、だからそこら辺でちょっとやっぱ投球バランスだとか、まあ、そういうものが崩してるのかなっていうような気がした。ちょっと心配ですね、まあ、ちょっと心配だね、うん、で2戦目、はい、高橋宏斗と村上、うん、村上知ってるね。ね、前回ね7回もうパーフェクトあの物議があったね。そうそうそう、その交代の話で試合をまたいでね、うん、あの完全試合というね、面白いことを言っている。そうそう、面白いこと言うね、まあまあね、ね、うん、高橋宏斗も悪くはなかったんだけどもさ、うん、いや村上の方が上回ったというね、うん、まあ9回105球2安打10三振、ま、うん、っすぐの回転数がめちゃくちゃいいわ。なるほど、うん、トラックマンで調べると2600超えるって言うんだよね、うんうん、だから例えばまっすぐ投げて、うん、捉えたと思っても、うん、弾かれるんだよね、ファールになっちゃう。なるほど、でコントロールがいい、そういう面ではすごくいいピッチングをしたし、うん、やっぱコントロールがいいわ。やっぱ無四球だもん、無駄なことをしないっていうことだよ。もう今シーズン花が開いた。そうだ ね、 いや本当本当いう感じですよね、うん、でね高橋宏斗とね、はい、もったいないのは、うん、やっぱこう村上に打たれてんだよね。でそっからの失点なんだよ。なるほど、ちょっとそれは気持ち的にも何かありましたかね。なんかねピッチャーに投げにくいとかやっぱあるのはあると思うけど、ね、あとピッチャー同士でこう均衡した試合をしてると、うん、そういう風になる、まあ、なんかどうですか。やっぱね当てちゃいけないっていうのは最低あるだろうね、うん、うん、で絶対抑えなきゃいけないという変なプレッシャーもあるだろうけどもさ、うん、まあ、そっから失点つながってまあ、2対0で負けるというね、うん、まあ、高橋宏斗もね勝っていかないと中日の中ではね、うん、計算に入れてるピッチャーだけにね、はい、やっぱただ村上がやっぱ素晴らしい、うん、あこれはなんか受賞しそうな感じがするよねこのピッチャーはね。ねえ、はい、はい、で3戦目、はい、福谷と才木、うん、で2対1中日らしい勝ち方、あまあ上位打線でチャンスを作って、うん、あ細川が2点タイムリーを打つんだけども、うん、そのリードを守りきった中継ぎ陣、うん、まあ、そういうのが素晴らしいよね。阪神の方は近本の先制ホームラン、はい、その1点だけというねえ、もう1回のねえ、そうで福谷は4試合で初勝利というね、はい、今季初勝利、うん、でやっぱね阪神はね、うん、やっぱ打たないとノイジーもちょっとおかしくなってきてるしやっぱ 1,2 番は近本とか中野とかね、はい、そういうところはいいにしても、うん、やっぱこうノイジーとか、まあ、大山はギリギリ頑張ってるかな、うん、まあ、サトテルも、まあ、ヒットはポチポチ出てきたけどやっぱこう打点が少ないよね。ポイントに置いている5番っていうところですか。そうだね、うん、だからもうちょっと、うん、やっぱ打たないと、うん、ちょっとこう今後ちょっと苦しいかなっていうような、うん、そんな、まあ、中日のピッチャーもね良かったことは良かったんだけどもね、はい、まあ小笠原高橋宏斗ってくればさ、うん、そうなかなかは打てないけど、はい、まあだけどもう少し点を取るようにね、まあ、頑張らないといけないのと、うん、中日はやっぱり石川を4番に入れてから、うん、まあ、細川も3番を出したり5番を出したりしてるけども、うん、非常に大島とかいいだけにね、うんうん、そこで点が取れるようにはなってきてる、う
うん、だから今後やっぱ面白いなっていうふうに思ってるよ、うん、はい、はい、それで、うん、下位チーム上昇中ということで ねえ、まあ、中日もね自分たちの形の野球ができだしたし、うん、ジャイアンツもそうだよね、うん、ランナーを置いてホームラン、まあ、ホームランのチームだからさ、うん、やっぱ盗塁っていう足を使える選手が少ないだけに、うん、やっぱホームランというね飛び道具を使う、うん、だからそれがやっぱりヤクルトの投手陣にできたということは、うん、やっぱちょっと上昇してきたかなという、うん、まあ、そんな感じがするし、はい、まあ、広島はコロニエル、うん、やっぱこうなんかいい物件が見つかりましたよみたいなそんな感じがするしDeNA の方は、まあ、復帰登板の今永、うん、大貫、うん、今永は良かったし、うん、大貫も期待が持てるようになるよね、うん、だからまあ今後ちょっと混戦にもっとなってくるのかなっていうような本当です、ね、まあ、気がする3連戦でした、はい、ちょっと上位チームだと、はい、あの阪神ヤクルトがちょっと今は状態がちょっと打てないんだよね状態がね、うん、厳しいですかね、投手に抱っこされてるという、うん、そんな感じがするから、うん、やっぱこれ今後ねやっぱ投手陣が少し疲れてきた時に、うん、やっぱこう援護できるようにしてあげないと苦しくなるね、うん、ね、DeNA が今は今回単独1位になりましたからね、そうだね、うん、だからここなんかさやっぱ宮崎3戦目休んだんだけどさ、うんうん、佐野が2戦目あまり良くなくて、うん、でも今日なんか結果出してるもんね、もうね、まあ、頼れるキャプテンということで、はい、ね、うん、はい、というセリーグでした。はい、はい、パリーグ、はい、ね、こちらは、千葉ロッテが3連勝、はい、オリックスが2勝1敗、はい、楽天2勝1敗ですね、はい、そうだね、はい、で、千葉のね、ロッテ、ソフトバンク、うん、佐々木朗希対武田、ね、ね、まあ、3対2、うん、ね、開幕カードなんだけどもさ、はい、ちょっとやられたんだよね、開幕カードではソフトバンクに、うんうんうん、で佐々木朗希が頭にいった、はい、ね、7回88球3安打、うんうん、8奪三振、まあ、失点0という、今季5安打しか打たれてないと、ね、まだねトータルでね、うん、で長打なしという、うん、ただねこの試合でね光ったのは佐々木朗希も良かったけど、うん、ポジショニングが良かった外野手の、おやっぱねこれはね宇宙間抜けたっていう2本ぐらいあったんだけど、うん、長打になるっていうやつがね、はい、それがライトが取ってんだよ、お本当はセンターのボールなのに、うん、でもセンターじゃなくてライトが取ってんだよ、うん、ということはやっぱ佐々木朗希の球は引っ張れない、うん、飛んでも宇宙間にしか飛ばない、うん、そこを見つかしてそこに守ってんだよね、うん、だからまあ俺はもうこう解説やってて、うん、打球方向でああこれ抜けたっていうのはすぐ分かるわけだよ、でもそこにいるんだよ佐々木朗希が初戦をね投げたということでホークス打線がやっぱちょっとおかしくなったね、なるほど、それがもう3連戦に全て影響するような影響してたと思うよ佐々木朗希投手の、うん、まあこう言っていくけどさ、はい、なんか影響したような気がする、うん、まあ、それとね佐々木朗希の凄さっていうのは佐藤俊也とバッテリー組んだんだよね、うん、はい、で序盤こう低めに投げるフォーク、うん、これで三振を取りに行こうとしてたんだけど、うんうんうん、それを佐藤俊也が弾くんだよ2回ぐらいありましたかね、そう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 、うんうん、いやそしたらやっぱランナーがいる時にやっぱチャンスピンチが広がるからストライクのフォークで勝負しに行ってたね、うん、だこういうことがやっぱできるんだと思ってあの若さで、うん、だからか、ね、すごいですね、すごいと思うよ自分の中でそれが多分カウントしてこうし、ね、あるんでしょう ね、 そうだね投げてる、うん、でソフトバンクの方は完全にまっすぐ狙い、うんうんうん、もうまっすぐ一本、まあ、それで抵抗していったけどもさやっぱ佐々木朗希が上回ったと、うん、でもそういう一生懸命打ちに行くとさいいピッチャーがやっぱ後々響くんだよねバッティングが狂ったりとかする、なるほど、なんかいつもの感じではなくなってくるってことですか、そうそう、そうそう、うん、で2試合目西野対藤井、はい、あ藤井の方がいいのかなと思ったら、うん、西野がそれを上回るね、藤原友杉とか平沢とかね、うん、まあ、非常にいいバッティングもするし、はい、西野も7回2安打ということで抑えるというね、うんうんうん、でやっぱり佐々木朗希の影響なのか、うん、やっぱ投打が噛み合わないんだよね、うん、ソフトバンク、ね、ソフトバンクの方はね、うん、まあ確かにいい時よりもちょっと状態的には悪くはなっ
ってるにしても、はい、あの打線がやっぱ振るわないというね。うん、で3戦目種市対大関、まあ開幕投手だね、大関なんかは、はい、6対2、うん、ね、種市がいいピッチングをしたということ、うん、まあ佐藤投手のスリーランが効いたんだけども、はい、まあ平沢を1番に入れたりとかさ、うん、で友杉がいいのにショートの藤岡に変えてみたりだとか、うん、なんかねすごい野手の使い方も競争させてるんだよねロッテは。うん、うん、友杉の足とかさ、うん、あの粘っこいバッティング、フォアボールの取る技術、そういうのを見たら友杉でいいのになと思うんだけども、藤岡を使って結果を出させるとかさ、うん、だからすごいなんか吉井監督やるなっていうような、なんかちょっとチームに余裕があるんですか。余裕じゃなくて、うん、やっぱこう首脳陣同士が仲いいから、はい、あ、やっぱこうそこら辺での意見交換とかもやってみようとかいう話で、それを快くやってみようみたいな。そうそうそう、まあ3戦目にね、柳田が、はい、1号ホームラン、はい、うん、放つんだよね、うん、まあ素晴らしいコンパクトな打ち方をしたんだよね、うんうん、だから柳田は戻ってくるかなという感じがするけども、うん、他の選手たちがやっぱこう佐々木の後遺症というかさ、うんうん、そういうのにやられたような、まあ、3連戦だったよね。ただロッテもさ、ちょっと心配事は沢村が3連続四球を出して、うん、中村のファインプレーでゲームセットになるわけだけども、はい、だけどここら辺はねちょっと心配だな。で増田か沢村をいつも使おうとしてるんだけど、うん、セーブシチュエーションの時に、うんうん、今日沢村が出てきて3連続四球、これはやっぱりちょっと今後不安な材料にはなってくるかなという感じはするね。うん、増田投手はどうですか。増田投手もね、うん、ソフトバンクにはやられる傾向にあるのよ、ね、なんかそう今回ちょっと最後出てきて危ないシーンがあったでしょ。そうですね、うん、だから、うん、まあそこら辺やっぱこう、まあ、2枚でいこうとしてるのかな。なるほど、うん、そういうのはなんかね、意外と少ないというかあまりないケースですよね。そうそうそう、でもまあピッチャーの監督で、うん、吉井監督が、うん、やっぱそこら辺は一人に負担を負わすんじゃなくて二人で共有しろみたいな、うん、まあ、そういう感じなのかもわからないけどね、うん、はい、はい、まあ、そういう3連戦でした、はい、やっぱ佐々木朗希の、まあ、後遺症がソフトバンクは痛かったかなという感じがする ね、 ね、はいはい、次オリックス対西武、うん、初戦ニックス対今井、はい、7対5、うん、まあ、今井がね、うん、今シーズン19イニング無失点で来てたんだけど、20イニング目に杉本にホームランが打たれるんだよ ね、うん、それで失点をする、うん、やっぱりさ続けてるものがさちょっとポンと途切れるとやっぱガタガタっと来たね。うん、やっぱそこは頭の中にある、やっぱ ずっと続けたいもんじゃない、うんうん、やっぱし無失点っていうのは更新したいですよね。そうそうそう、まあそこで、まあ、茶の太田、西野、うんうん、中川が畳みかけるように、畳みかけましたよね、うんうん、で西野はまあこうねセーフティースクイズということで、まあここら辺がやっぱ中島監督の、まあ、キャッチャー出身だなって、相手のピッチャーの心理っていうのをよく心得てるなっていうような手を打ってきたよね。うん、うん、だからまあ、西武打線もなんていうパンパーンと突き放されたのを5対5まで追いついていくんだけどもさ、うん、はい、ちょっと今井の失点がちょっと大きく響いたかな。はい、うん、ただね、うん、愛斗なんかはやっぱフライを取れずに悔しがってさ、いやもう本当に感情がもうむき出しになりますよね、うん、グラブ叩きつけてねクソみたいな、うん、絶対取れたみたいな ね、 ね、うん、自分に腹が立ってたんだろうけどもね。でもああいう気持ちでやっぱ西武の選手はみんな戦ってるんだと思ってね、うん、まあ心強かったけども、うん、で2戦目、はい、山本対高橋光南、はい、まあ、これも佐々木朗希と山本、うん、ね、高橋光南対佐々木みたいな、そんなエースと言われるね、うん、ピッチャーだけど高橋光南ってね、そうですね、まあエースの投げ合いだから、まあ高橋光南うん、9回125球、はい、5安打8奪三振、うん、2失点という。ね。ね。で、山本、7回3分の1、はい、112球、うん、11安打8奪三振、3失点。いや、俺ね、ちょっとショックだったのが、うん、山本が11安打されるんだと思って、いや、本当ですよね。まあ、ショックではないけど、
まあでも、ある種ショック、ちょっとショックだったね、衝撃だったというかさ、でも西武の打線が本当に食らいついていったよね。で高橋光成なんかはさ、ラストの球、もう完封した球、最後の球が157キロ、いやスタミナあるんだね。で5回以降1安打に抑えていったという、ね、本当に素晴らしいピッチングでしたよね。そうだね、で牧野の小玉のタイムリー、はい、小玉のタイムリーで逆転というね、まあ中村も9回にタイムリーという、だから非常になんていうの、食らいついていったというかね、山本に。だから素晴らしい高橋コーナーの気迫だったし、山本もね、悪いなりに一生懸命投げてたんだろうけども、なんか山本がちょっと疲れてるかなっていうような、そんな感じもしなくはないね。なるほど。だから一回登板開けてもいいのかなっていうような、まあ、このままこうローテーションを守ってたら、なんかこう疲れが抜けないままこう悪循環になっていくかなっていうような、まあ、そんな感じも受けた。まだね、まだ、ね、まだまだ序盤ですからね。そうシーズンの、はい、はい、で3戦目、はい、山下俊平太、エンス、はい、4対1、山下俊平太、はい、配球変えました。変えましたか。まっすぐ、カーブ、フォーク、まあ大体この3種類で組み立てていくんだけど、はい、フォークをほとんど使わない、まっすぐとカーブだけ、江川さんかなと思った。いや本当に今ね、これほど球種がたくさんある中、まっすぐとカーブ、そうそう、はい、でね、やっぱ多投したのはカーブ、まあこれに西武打線は翻弄されたかなというね。これはこの試合に限ってということなんでしょうかね、今後こういう傾向なんでしょうかね。やっぱりその方向を見極められるっていうような、見極められたらボール先行になって、やっぱもう山下が苦しくなるっていう傾向もあるよね。それと今までの組み立てがやっぱまっすぐ、フォーク、時折カーブっていうようなことだったから、やっぱそのまっすぐ狙い一本に来られると、やっぱ山本が打たれてるからさ、まっすぐをね、ちょっと不安だったんじゃないの。そこでやっぱこう目先を変えるカーブにしたんだと思うんだけどさ、やっぱ 3連戦やると、やっぱこうつながってるよね、組み立てとか、前の試合がどうだったからこうしようとか、だからまあそういう意味では非常にうまい、リードをしたかなという、で、まあ杉本、ね、ゴンザレスがこう援護したというね、まあ杉本はなんか今年は頼りになるなっていうような、そんな感じがするし、ゴンザレスもいいところで打つなっていうような感じがした、この試合でやっぱ外野の両チームとも守備がやっぱ素晴らしかったわ、なんていうの、中川なんか、あ抜けたと思うのを取ったりとかさ、まあ金子もフェンスに激突しながら取ったりとかで、アイト完全にねフェンス越えてるファールボールをもうフェンスに当たりながら手伸ばして取ったりだとか、だから相手の1戦目の悔しがりようが、やっぱこういうところにつながってくるんだよね。だから素晴らしい、締まったゲームをね、見ることができました。楽天対、日本ハム、はい、ね、1戦目マー君と加藤、これは開幕の時と同じ、対戦になったよね、まあ舞台は仙台になったけどね、で8対7、はい、ね、これもうね、逆転サヨナラというね、ね、楽天がもう7点5回に日本ハムが取りましたね。一気に取ってね、マー君があんな崩れ方するんだなと思って、ね、そうですよね。で一気に7点を取ってもうこれは勝負ついたのかなって思ってたら、回を追うごとにちょっと点差が縮まってきました。流れが変わったのはね、万波の一塁ゴロの処理なんだよね、これ内野安打にはなったけども、万波って外野手登録で、やっぱ外野手の選手なんだよ、でその試合アルカンタラっていうのが、内野手登録なんだけど、外野を守ってた、おかしくないか、ちょっとそれはなんか意図がありますね。まあ意図はあるんだろうけども、でも選手をしっかりしたプレーをさせるんであれば、やっぱ万波ライトでアルカンタラファーストだっていいと思うんだよ、もうアルカンタラ選手はファーストってイメージあります。そうそうね、だからそれからちょっと流れが変わって、徐々にね、やっぱ失点失点失点っていって、まあ、最後田中正義が、まあ、やられるんだけどもさ、田中正義がね、その前の日に素晴らしい投球したんだよ、ロッテ戦に、
でそれを踏まえて田中正義を整備ステーションで持ってきたんだけどもさ、はい、まあワンアウトも取れることなく打たれたというね。ね、山崎に、まあ、打たれたんだけどもさ、うんうん、まあ、バント勝利のミスがあったりだとか、うん、まあ、いろいろ重なって、まあ、自分が自分の首を絞めるような形になっちゃったけど、はい、まあ、だけどでもその前にね、うん、やっぱ内野は内野、外野は外野でちゃんと守らせれば、うん、この試合も勝ててたかなっていうような、うんうんうん、あ、そんな気がするよね。ちょっともったいなかったな。いや、ほんとそうですね。で、2戦目、はい、内野と外野を元に戻すんだよ。万波がライトに行ったりとかして、はい、ね、で、4番の野村、うん、ね、ロッテ戦では苦しいんだけども、うん、まあ、楽天戦では打ってるよ、はい、ね、走者一掃とかね、うん、打ったりだとか、まあ、打点が一番多いから4番で、うん、だから非常に頑張ってるんだけどもさ、はい、まあ、この試合でやっぱり一番言わなきゃいけないっていうことは、うん、やっぱ噂がこの前のね、うん、ピッチングからはガラッと変えて、うん、やっぱこう見事なピッチングをね、披露してくれた、はい、まあ、最後バテてちょっと変わったけども、うん、いやだけどああいう姿をね見せてくれると、うん、やっぱ選手たちも守ってる選手たちも安心感あったかなっていうような、ね、でやればねやっぱねポテンシャルが高い選手だけに、うん、だからいい姿は 見たと思うよね今回ね、はい、やっぱり反省したんだと思うよ、うん、だいぶね、ああいう姿は見せちゃいけないっていうね、だから最後までやっぱ噂は立派だったと思う、はい、まあ、この試合で浅村が、まあ、2併殺と、うんうん、やっぱりこう浅村が打たないとねって、浅村だけじゃないんだけどもさ、やっぱ浅村が打つとなんかこう打線が活気づくというかね、うん、まあそんな感じがするよね。で3戦目岸と上原、うん、あ、これもさよなら、同点に日本ハムも追いついたんだけどもさ、うん、まあ、最後辰巳にね、まあ、やられるという、うん、ことなんだけど、はい、やっぱ日本ハムはねやっぱもったいないね、本当にここまでの試合をしていて、うん、っていうところがありますね。いや本当に、ね、本当に、うん、で楽天はね徐々にね点が取れるようにはなってきてる、うん、で15試合でこの3連戦の前にね15試合で30点しか取れてない。おお、2点だから平均2点しか取れてないの、うん、まあ、確かにねパ・リーグのピッチャーって当たりどころによっては点取れないよ。まあそうですよね。ロッテのね村田コーチが言ってたもん、バッティングコーチが、うん、パ・リーグのピッチャーから点取るのは大変ですわって、うん、やっぱりねそのぐらい見てても分かるし、うん、やっぱ対戦してたらそうなんだろうけどもさ、うん、やっと楽天も点がある程度取れるようになってきたかなって、うん、で日本ハムは点は意外と取るんだよ。ただやっぱりミスで点を上げたりだとかさ、ミスが引き金になったりするから、まあやっぱりこう内野手は内野手、外野手は外野手で守らせてあげてた方がやっぱバッティングもにもその方がいいだろうし、うん、まあ、守ってて安心感あるところを守らせてあげてた方がいいかなっていうような、うん、まあそんな気がしました。でエースに明暗、はい、もうこれ ね今振り返ってる中でいろいろありましたか、うん、そうだね、まあ、佐々木朗希、はい、ね、初戦に投げて、うん、ソフトバンクの打線を翻弄していくと、うん、やっぱ 3戦やると、うん、やっぱその影響も出てくるというね、うん、でオリックスは山本がちょっと疲れてるかなという、うんうん、気がする、はい、で高橋コーナー、うん、最後あれだけ投げてって最後の球が最速の157キロってどんなスタミナしたもんやみたいな。まあね、うん、スタミナありそうですもんね。まああるよね、うんうん、はい、で、マー君、はい、7失点、うん、ただねこの試合でね2500奪三振、はい、そうですね、日米通算でね、はい、まあ、それはおめでとうなんだけども、素晴らしかった、そんなおめでとうなんか言ってほしくないよみたいな7失点というね負けはつかなかったというのがですよね。マー君もちょっと疲れてるのかなっていうのは、うん、気がするけどね、はい、で最後に、まあ、噂はいい姿を見せてくれたなっていうふうに思いました、はい、ね、まあ、これが3連戦だけども、うん、まあ本当にね、混戦になっていくだろう。セ・リーグはね、下位のチーム、うん、今沈んでるチーム中日とか巨人が、うん、まあ、状態なんか自分のチームらしい戦い方が徐々に できてきてるしね、うんうんうん、でやっぱこうパ・リーグの方は、はい、当たるカードによって誰が投げるかによって
全然明暗が変わるというね。なるほど。やっぱこのエースの存在っていうのはものすごく大きいな。あるいは投稿立て、ね、チームの状態によっても、うん、ああこのタイミングでこのピッチャーに当たりたくなかったみたいなこともありそうですよね。本当に絶対ある絶対ある、ねね、まあそういうことで、まあ、3年生をねざっと振り返ってみました。はい、ね、また火曜日から楽しみにしてます。はい、はいはい。